ディーブルックスはイギリスのレーシングドライバー。イギリスツーリングカー選手権の1996年のインディペンデントのタイトルを獲得した。現在はトータルコントロールレーシングチームを運営している。1996年のイギリスツーリングカー選手権でトヨタカリーナを運転するブロックスブルックスはウォルソールで生まれカートでレースを始めた。1990年 英国のシニアチャンピオンを獲得。1993年、ルノー・エルフ・オイル作りをチャレンジに出場し、最初のシーズンでポイントで4位に入賞。1994年は3位に終わったものの、彼は1995年にチャンピオンになる。トヨタワークスはイギリスツーリングカー選手権において長らく活躍し、1991年からはトヨタ・カリーナイで参戦していたが、 1995年、限りで撤退した。翌1996年は、英国トムスがメンテナンスを担当する形で、インディペンデントで、リーの父であるジョンが運営するトム、S チームのブルックスモータースポーツに供給し、インディペンデントとして、トヨタカリーナで伝統のブリティッシュツーリングカー選手権に参戦することになり、ブルックスがステアリングを握った。ブルックスは、 インディペンデントのドライバーとして走っており、トヨタからの支援は限られていたが、総合順位としては19位となったものの、26、戦中25戦で完走を果たし、インディペンデント部門のチャンピオンとなって、プライベーターカップを獲得。翌年も引き続きブルックスモータースポーツから参戦したが、この年はプジョー406をドライブした。この年も活躍したが、ベストプライベーターは、 1990年のチャンピオンで、この年はインディペンデントにエントリーしたロブ・グラベットが獲得。プジョーは以前の車にはなかった信頼性の問題を抱えていたが、ブルックスはインディペンデンツカップでは2位で、グラベットにわずかに及ばずの成績であった。1998年はマシンをホンダ・アコードに変更。グラベットをチームに招きこの年もインディペンデントとして参戦し、 ブルックスもオールトンパークのレースにスポット参戦。この年はこの2ラウンドのみ参戦したが、ブルックスのマシーンはトラブルにより出走できず、タイトルもルノーラグナのトミーラスタッドの手に落ちた。ブルックスはグラベットと共にこの年にバサースト戦にも参加した。ブルックスは1999年にホンダアコードでフルシーズンで参戦し、インディペンデントカップで4位に入賞。 メインドライバーとしてドライブしたが、この年のシーズン途中で、ブルックスモータースポーツは、BTCC から撤退した。この頃の BTCC は、マシンの開発費用の高騰やレース数の多さによる、チームの費用負担の高額などが問題視されており、ワークスチームでも、アウディとプジョーが1998年限りで撤退。アルファロメオも参戦を取りやめており、 ブルックスが撤退した1999年も、ボルボとルノー、それにこの年のチャンピオンチームの日産もこの年限りで撤退するなど、ワークス、インディペンデントともに撤退が相次いだ。翌年のワークスチームは、ボクセホール、ホンダ、フォードのみとなり、大幅な規定変更が2001年に行われることになった。一方で、ブルックスモータースポーツは TCR として改革したが、 これは、とか、サポートパッケージで実行され、ある程度の成功を収めた。マイナス。ありがとうございます。